株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。13日に新入団会見を行った阪神でドラフト3位桐敷拓磨投手、新潟医療福祉大、22、左投げ左打は理想とする投手に、通算224勝の名左腕工藤公康氏、前ソフトバンク監督を挙げた。株式会社 AI によるデモ音声です。背負う番号だけなくフォームですね。株式会社 AI が提供するデモ音声です。体全体、全身を大きく投げるイメージがあって。株式会社 AI によるデモ音声です。腕だけ、上半身だけになると怪我にもつながりますし、これはデモ音声です。一番は結果もそうですけど、怪我をしないことと、その中身もこれまで大いに参考にしてきたという。これはデモ音声です。工藤氏のように息の長い投手を目指し、球史に名を残す左腕を目指して